凡事徹底ですか。いや本当にね、凡事徹底大事なんですけども、そこに含まれてるのは一回やるごとに何か気づいていきましょうっていうね、そういう意味で繰り返すってことなんですよね。あのこう素振りをね、ボンボンとやってても、上達したいな、打ちたいなっていう思いがあれば、どういう風にやったら打てるかなとか、どんな球が来た時どうしようかなっていう考えるはずなんですよね。でこれが考えられずに、本当にずっとただね、作業のようにこうやってオートメーションでプログラミングのように回してたら全く意味がないですよね。我々はどうしたい、ああしたい、こうしたい、こうはなりたくないっていうのは意志の力がありますんで、だからこんなボール飛んできたらどうしよう、こんなボールだったらどうしよう、こういうふうにこうね変化したらどうしようみたいなことを考えていけば、それに対応する素振りを何種類も何種類もするわけなんですよね。要するに500回素振りをした人っていうのは、500回の1回ごとに違うドラマを想定してるんですよ。でだからそれが来た時に、あ、これは練習したあのパターンだなってことでカコンと打てる可能性が高くなるということですよね。人生におけるトラブルの解決も同じようなもので、普段学習してる人、人からいろんな相談事を受けて解決して学んでる人っていうのは、いざ自分にそれが降りかかってきた時でも、もう準備があるわけですから簡単に返せるわけですよね。メールの返信が早いと、動画のやり取りがものすごく早いってことは、それだけのことを蓄積してきたわけなんですよ。でも人前に出てなかなか喋れないとか、いきなりネタを振られてもトークが続かないってことは、準備をしてこなかった人生を認めないとならないんですよね。いつか自分がステージに立って何かをする人間になるかもしれないと、いつか自分が少しずつ変化していって頂点に立つかもしれないっていうふうに思ったら、その段階段階で発信すること、受け取ることっていうのが想定できるはずなんですよね。そうですよね。皆さんも何かの役割になったことがあるかもしれませんよね。例えば生徒会とか班長とか、そういった役割なんですけども、あ、もしかしたら自分もその役割になるかもなと思った時点で、なったらどんなご挨拶しようかな、どういうふうに組織管理しようかな、どんな課題を与えていこうかなっていうふうに考えませんか。うん、で社長になったというね事実は私もありますし、吉谷さんもあると思いますし、この動画を見ていらっしゃる方も何かね組織の長になったことってあると思うんですよ。でもそれはね、そうなった時に何をするべきかなってことを考えていれば、恐れることは全くないんですよね。でもちろんやっていく上で、やっていくうちに失敗することとか学んでいくことっていうのはあるのは当然です。でもそれも全てね凡事徹底なんですよ。今日はダメだけども1000日後には解決できていることがいっぱいあるだろうっていうふうなことを思い描きながら進んでいくんですよ。今日がパーフェクトじゃなくていいんですよ。逆に言うと今日は失敗を許される日なんですよ。で1000日後まで失敗をしてたらそれは許されませんよ。だから凡事徹底も素振りも同じで、1万回素振りしたのに打てませんでしたって言ったら、あなたはもう退場ですって話になります。凡事徹底をしたけども結果が出ませんでしたって言ったら、ギャラにならなくて退場せざるを得なくなります。だから凡事徹底をするんだったら、成功に向かうと言いますかね、自分の求める結果に一歩でも二歩でも近づけるような1回ずつの工夫、毎日の工夫、凡事徹底するごとに工夫の積み重ねも凡事徹底する、凡事徹底プラスというのね、そういった考え方があるんではないかなと思います。本日は以上です。